さあこの5人の方が今日もまた挑むその商品とは一体何でありましょう。はい、今日パーフェクトを達成された方には世界一周旅行がプレゼントされます。トップ賞の方にはご覧のパリからのお土産を差し上げます。またテレビをご覧の皆様にも後ほどクイズがあります。はがきでお答えいただいて正解者の中から1組2名様にパリ8日間の旅を、さらに100名様に旅行ガイド地球の歩き方の本をプレゼントいたします。視聴者プレゼントクイズです。番組の中でトラベラーが後ろ姿を見て感激していた彫刻の名前は何だったでしょうか。クイズの答えと住所氏名年齢職業明記の上、ご覧の宛先までふるってご応募ください。正解者の中から抽選で1組2名様にパリ8日間の旅を、またパリについてより詳しく知りたい方、自分自身でパリの歩き方を見つけてみたい方100名様に旅行ガイド地球の歩き方の本をプレゼントいたします。明日の消印まで有効です。前々回のプレゼントクイズの正解はナイアガラの滝でした。多数の正解者の中から抽選でトロントナイアガラ6日間の旅をご覧の方に、旅行ガイド地球の歩き方の本をご覧の方々にプレゼントいたします。おめでとうございます。来週は悠久の時の流れエジプトからです。お楽しみに。ベスさんが楽しい曲を弾くと私は一人でに踊り出したもんでしたよ。私だってあんなピアノ弾きたくないけど、新しいのが買えないんですもの。仕方ないわ。ほらほら、そういう内気な性格は早く直すべきよ、ベース。仕方ないわ、内気なのは生まれつきですもの。お医者様は私に早く帰ってベラドンナを飲みなさいって言ったの。症候熱がうつらないように。ごめんなさいベス、でもあんたには絶対うつらない。うつってたまるもんですか。ねえメグ、なに私治らないんじゃないかしら。バカなこと言うのよしなさいベス。あんたは治るわ、絶対に治る。私ね、こうしてお雛様を出していると一年に一度だけお母ちゃんに会えるような気がするんだ。そうか。だってお雛様ってお母ちゃんに似て美人なんだもん。かわいいわね。捨て猫かしら。きっとそうよ、かわいそうに。キュウちゃんどうしよう。いいわ、うちで飼ってあげる。よく寝てる。こんなに可愛い猫をしてるなんて。チャトラ、おやすみ。いい夢を見なさい。風のランスター、ゼオライマーは現在日本政府の管理下にある。奪還、あるいは破壊を命じよう。はっ。この身を愛するからこそ出撃を命ずるのだとおっしゃってください。思い上がるでない。誰に申しておるつもりじゃ。ユラテ、八家衆は我が手足、我が命に従っておればよい。はい。
ない。リョウ様、タオルはどちらに。ん、ねえおばあちゃん、ん、誰かいない？まことくんと千歳ちゃんの面倒見てくれる人。任せなさいって、私の言うこと聞く教え子なんかいくらでもいるんだから。その代わり山岡さん、ゆう子のことよろしく頼みますよ。おばあちゃん。え、ロックさん、ロック様に会ってよかったでもダメかと思った。これでお城の火も消えるだか。うん。みんな、今日はオラたちの結婚さ祝ってくれてありがとう。オラ幸せになるだ。マミーパッドが薄くなったの。吸収力もアップ。ララ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 私ショウマユミもこの世界に入ってかれこれ運年経つわけなんです。最初の頃は君いくつって言われて、うん19って言っていたんですが、もう最近ではそれも通じなくなりましたね。それだけに厳しい世界ですね。わかんないって言ってるとバカ野郎とこうハッタをされますし、まあそれなりにいろいろと私も頑張っているわけなんですが、まあ最初の頃はね、右を向いても左を向いても本当にわからなくて、どうしていいかわからない毎日だったんですが、まあその中で何年かやっていくつかの役をやらせていただいて、一番印象に残っているのはやっぱりなんといっても戦え戦ワンの渚ですね。あの役はまあ苦労したといえば苦労したわけなんです。アフレコの時もとにかく台本を見てもキャーワー戦ワン、もう絶叫絶叫また絶叫なんで、とにかくスタジオから出てくるとって感じでもやつれているわけなんですよね。そしてもう今はこんなになっておすまししていますが、あのマイクの前に立つとね、もうわーっともうすごい顔して、とても皆さんには見せられないような顔なんで、あのちょっと恥ずかしいんですけれども、まあその戦ワンを何本か撮りまして、歌も出しました。まあもちろん渚のイメージソングなんですが、こちらですね、戦ワンアクト2、サウンドトラックなんですが、この中でレイニーラブという曲を歌っています。この曲とっても綺麗なバラード調といいますかね、とても素敵なメロディーラインで、皆さんももしよかったらですね、この歌を覚えて口ずさんでみてはいかがでしょうか。渚のイメージソングです。まあ歌といいますと、私とっても歌は好きなんです。カラオケ行ってよくこれもんで歌いますから、とっても乗っちゃうんですが、まあこの前、今年の武道館のアニメグランプリで私ショウマユミも参加させていただきました。その中で歌ったのがなんとベルサイユのバラです。もうね、この歌とってもいい歌なんですが、私が歌ったらイメージを壊すんではないかととっても心配しておりました。まあ初めての体験で、歌手も憧れる武道館、あそこでね、歌ったわけなんですが、皆さんとっても華やかでね、こうやってわーって歌ってるから、どうしよう、とっても私緊張しやすいんで、もうドキ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 しながらあそこの舞台に立ったわけなんですね。バラバッバラバッとこういう風に裏声で歌ったわけなんです。武道館に遊びに来てくれた皆さん、ショウマユミどうだったでしょうか。まあこれからもね、歌はもっともっと勉強して、いろいろとね、また武道館でも歌わせていただきたいと思っております。もしいろいろな感想ご意見がありましたらですね、事務所の方まで私宛にですね、ぜひ、お手紙をいただきたいと思います。これからもですね、ビシバシとですね、もう突っ走るしかないのみですので、ショウマユミ頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ応援してくださいね。それでは